百万円をかけたチャレンジ立ちはだかるのは名だたる英語系ユーチューバー留学に対する夢熱い思いをぶつけろあ、頑張って頑張って頑張って <laughs> 人によるでしょ人によるから I can confidently say that I am a giant challenger 多分ジャーナリズム行きたいんだったらそういう能力がかなり必要になってくると思うんで売名みたいなんてちょっと考えました、ね、で、もしそれがダメだったら自分で稼ぎます グランプリ思いをぶつけて100万円ゲット主催の留学さんケイですこの企画では皆さんに奨学金100万円を競っていただく企画です私が経営する留学アシスタント株式会社から皆さんの留学の夢を応援したいという思いで出させていただいていますこの企画から世界で羽ばたくグローバル人材を見たいと純粋に思っておりますはい今回、えー、司会を務めさせていただくイーさんですよろしくお願いします、えー、では早速ですね世界で羽ばたける有望なチャレンジャーを紹介します簡単なピフプロフィールをお願いしますえです、えっと、今 十七歳で、えっと、出身は東京です。今、高校三年生です。よろしくお願いします。お願いします,します。それではですね、さくらさんのチャレンジスタートです。えー、それでは一分間の英語自己紹介をしていただきた後に、えー、日本語で審査員と、えー、ディスカッションしていただきます。Thank you so much for coming. Could you tell us your dream and briefly introduce yourself? Um, I have a dream to work for the United Nations and to create a world where all of us are connected peacefully um, through journalism. And introduce yourself, please. Uh, hi, I'm Sakura, and I am um, um, currently in twelfth grade. I'm one of the candidates of Grand Prix. If I were to promote myself in two words, I think it'll be small giant because not many people recognize that I'm a twelfth grader because of my height. But I, I can confidently say that I am a giant challenger um, i was born and raised in japan i was um, and i moved to vietnam when i was in um, i moved to vietnam and transferred to an international school when i was in fifth grade and uh, within that two year two and a half years of that experience um, i cultivated not only my english skills but also like a way of communi cross communicating with people and also resilience um, i think that

特にね、あのバックグラウンド的にも,もう、まあ、日本でもあの今インターに行かれてるんですがでもそのっていう学校は、えっと、授業を英語でやる授業もあるのでその面ではこう普通の学校よりは英語は使ってるなっていうふうに感じてります、うん、そのベトナムであのいわゆるそのインターナショナルスクール行ったのっていうのはいつぐらいからいつぐらいなんですか、えっと、小学4年生の時にに実はベトナムに えっと、移住、お父さんのお仕事の関係で引っ越しをしたんですけど、その後、えっと、全く英語ができなかったので、日本人学校に普通に1年くらい行ってたんですけど、ちょっとまあ、住んでる環境的にも外国人が周りにいる中、ちょっとずっと日本人学校にもったいないなっていうふうに自分で思って、で、ちょっとご両親にお願いして、えっと、United Nations International School っていう国連が運営してるインターがハノイにあるので、そこに、えっと、2年半だけ、 2> 2年年半半行ってましたで英語ってそれで結構かって伸びたもんなんなですかそうですねもう本当にこう自分を自己紹介するのは難しいくらいだったんですけどちょっとトイレ行けなすかった時とかもあるくらい本当に全然できなかったんですけど。 あの、水泳をやってて、で、水泳部に入った友達がすごいよくしてくださって、で、スリープオーバーとかいろいろやっていく中で、その日常の中でグッと上がったっていうのと、あとは、こう、そのユニスっていう、United Nations International School っていうのが、IB 校で m i p とか PYP とかちょっと自分は全然知らないようなカリキュラムがあって、で、それについていくために、 もう辞書片手に結構毎日勉強するっていう日々で2年くらい入学して2年でそのイングリッシュ A とイングリッシュ B ってそのネイティブとネイティブじゃないこの英語が分かれてたんですけどそのイングリッシュ A のネイティブの方に移ることができてでその時に中学2年生の時かなあのユニスを卒業ユニスから日本に教育するタイミングで順位1級っていうのを取りましたなるほど 級僕、英検受けたことありんですよ。英検で中1級ってどのぐらい難しい。高1の時に中1級したけど、もう、あー、頑張って頑張って頑張ってって感じだったのを、もう中学校の。人によるでしょ、人によるから。それはだから、中学校のいい方取った。そうですね。まあでも2年間くらいインターナショナルスクールにいたので、その時に結構頑張れたっていうのが。 友達と水泳といろんな影響があって、うそうですね2年で取れてで、2年でそのネイティブのクラスに行けたのと同時にプランセプルズ・オノーールっていうのをいただくことができて、それが本当に自信につながりました。はい、確か高校3、高校3年生卒業レベルが英検2級だからっていう,いう、ね、目安には。普通にネイティブですけどね、もうね。ね ネイティブレベルななと思わないですかネイティブレベルでもやっぱり去年ユニバーシティ n n s y l v a ベニアっていう大学すごい大学あると思うんですけどそこのサマーコースを受けるとそのサマーコースでもう選抜があるのですごい優秀な子たちが集まっててネイティブな子たちが集まってると理解度とか発言力とかアイデア力っていうのをそんなに感じないなっていうふうに思ったんですけどやっぱりこう発音とかはやっぱりここはもうちょっと自分変えられるなっていう部分があったので。 まだ伸びしろもあるんじゃないかなっていう,ふうに思ってます伸びしろも、はい、なんかそのネイティブとの自分ギャップみたいなどういったところに他に感じたりしますか発音でも発音は多分む,むしろ僕なんか僕なんかより圧倒的にいいんですけどもなんかそこよりもなんかそういうアイディアだったりとか、まあ、表現のその豊かさだったりとかなんかどのあたりに感じますかそのギャップをでも表現の表現力の豊かさとあと語彙力ボキャビラリーの数っていうのはやっぱり かなわないなっていうふうに思ってて、先生、こう学校の先生と会話するときとかもあ、ネイティブの先生と会話するときとかも、やっぱりこの人がボキャラ使ってるボキャブラリってなんか、よりプレサイスですごい細かい部分まで一つの単語で表現できているなっていうふうに思うので、うん、やっぱりそういうところはこう長年、こう英語をもちろんネイティブの方は使ってると思うので、そういう部分でやっぱり差が出てくるのかなっていうふうには うん、それを受けて、なんか今後はどのように、どういう勉強していきたいとかってえっと、今、海外大学を受験するにあたって、海外、あと、トワフルとかいろいろ受けないといけないと思うんですけど、ちょっと全、この前ちょっと受けた時に103で、ちょっと110がいきたいなっていうふうに思ってるので、<laughs> 今度受験するんですけど、トワフルも、トワフルとかって単語帳あるじゃないですか、なので単語帳とか、あとは個人的には、あの、すごい美容が好きなんですけど、美容の、あの、海外に YouTuber とか、 YouTube さんとかを見て、そこで使われている単語とかって結構専門的だったり、こう自分が日常的に使うけど、より、こう、難しい言葉だったりだったりすると思うんで、そういうので、今は。 頑張っています、はい、確かにインスタグラムで、うん、さっきちょっと一緒に見てたんだけど、はい、めっちゃ頑張ってったみたいな,なです,すごくすごあれはなんか趣味でやってるんですけどすごい好きでもう自分で本当に趣味で始めたことなんですけどなんかやってるうちにフォロワーが増えていってでそれでなんかコメントとか「えすごいためになりました」ってコメントとか来るとすごい嬉しくって。 それで、なんかやっぱり、情報発信の力、そこでも情報発信の力とか、うん、あの、カマンさんが、あの、K さんと、あの、動画撮られてたと思うんですけど、うん、そこで、なんか、海外情、うん、海外の情報とか発信することによって、人に貢献することができるんだっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、それと本当に似てて、美容とかって、こう、親からは、時間があるんだったら、勉強しなさいとか、いろいろ言われてきたんですけど、そういうことでも、こう、情報発信とかすることによって、 ああ同世代のことか他の人に貢献することできるんだと思ってそこでも情報発信の力を改めて感じましたそのじゃあジャーナリズムに行きたいと思ったのはそこそういう経緯があるからってことですかも、えっともとそういう,こうプレゼンとかがすごい好きで学校とかのプレゼンの授業とかでも「さくら今日 You were shining today」みたいな感じで言われるのがすごい嬉しくってプレゼンとか情報発信もともと好きだったんですけどそういうのでこう自分の好きなこと 自分の好きなことを課外活動とかでやっていくうちに、あの、その、あの SN、SNS もそうですけど、あとは、社会福祉の、あの、ドロンコ会っていう保育施設を運営している会社があるんですけど、そこで広報のインターンとかもやらせていただいて、そこでも情報発信とか、社内発信とか社、社外発信とか、いろいろそういうのをやらせていただく機会があって、そういうのもやってて、あの、 こうもと好きだったんですけど、それをさらに深めていくような課外活動とかをやるようには心がけていました。はい。これでもあのいいですか？インターン、ユニリーバとえプロデンシャル、これ2社やったってことですか？あ、あと PWC とかもやっ、PWC。ちなみにまだ高校3年生ですかそうね。ほんまにね、高校で。高校でいけるんですね。はい、あの探せばできます。インターンシップ例えばプロデンシャルだったら、その。 ここ行きなながら土日だけとかそんな感じああのアフタースクールとか時間があってあ<ー>アフタースクールとかあのプレデションシャルの時は Zoom だったので割とどこでもできるあそういうことです、ね、<ど>コロナで Zoom でズームでやったりしたり PWC、うん、の時は実際に会社に行かせていただいたりとか、うんうんはい、すごい,すごい僕のインターンシップの印象って2つあるんですけど企業によってはなん,かなんちゃってインターンシップ結構あ確かによ聞くて。 それはどうなんですか正直、正直、ユニリーバは高校生インターンシップなんで、そんな感じかなっていうふうに想像はしてたんですけど、ピラミシンの時はちょっとなんちゃって感が正直あったんですけど、プレデンシャルの時は,時間はど。 全部一個ずつどれぐらい,どれぐらいの期間ですか p l シ c の時は1日で、プルデンシャル、あ、1> 1<日>えっと、はい。ミ<日>ニリーバーの時は2日なんですけど、プルデンシャルの時は数ヶ月にわたって。半年って言ってますね。はい。は、はい。にい。わたって。具体的に何したんですかえっと、そのプルデンシャルとか、最初はこうオリエンテーション的な感じでプルデンシャルのこう理念とかをまあ学んでって、そのプルデンシャルの会社員の方とお話しする機会があって、っていうので、そのこう、プルデンシャルの社、会社 の社風っていうんですかねを学ん学んだ上でこう実際どういう風うに営業していくのかっていうのを実際にやったり、あとはそのドローガイ実際にそのお客さんに営業をかけるんですか、はい、それともそこまではいらないんですか、えっと、そこまではさすがにできないんですけどえっとそのインターンシップ一丸となってその歌プロジェクトっていうのをやったりメインとしては社会貢献をインターンシップ内でやっていくみたいな感じでしたでより 自分が個人的にお気に入りだったインターンシップっていうのがあって、それがドロンコ会ってやつだったんですけど、そのドロンコ会は2月くらいから今もまだ続いてるんですけど、それはあの実際に広報部として働く形でやらせていただいていて、そ,その中で私がちょっとリーダーとしてやってるプロジェクトがドロンコプロジェクトっていうのがあるんですけど、そのドロンコプロジェクトっていうのが、その日本の教育状態、保育とか えっと、教育状態を、こう、若い子、中高生に発信したいっていうのが目標なんですけど、職業体験を企画して、で、募集をかけて、で、こう、広報とかも全部自分でやって、で、その当日の、こう、手続きとかも全部自分でやって、やり遂げた職業体験企画があって、それを夏休みにやったんですけど、それは本当に、もう、いろいろ大変だったのもあって、達成感とか、 こう最終的に結構40人くらいの方が来てくださったんですけど学校っていう範囲を超えた社会の中で自分が活躍するっていうのは初めてだったんですごい楽しかったですありがとうございます話の流れちょっとそうですね僕一個アドバイスですけどちょっと話が長いので長ですかすいません <laughs> あの <laughs> まとめて話していただいて、はい、多分ジャーナリズム行きたいんだったらそういう能力ってかなり必要になってくると思うんで あのもう少し簡潔に言っていただけると助かります <laughs> じゃあこの流れで話の腰ちょっとボギッとっていいですか <laughs> ボギッとってさくらちゃんのお手手にはなんか呪文のように刻まれた <laughs> <laughs> <は>とめっちゃ浮気になっちゃてイン、うん、自己紹介の時に書きたいことがあったんですけど、うん、だけど結局使わなかったんです <laughs> でももう安心材料としていつもプレゼンの時にやってるんですけど、うんまあ、まあいいですよねそういうのは。 と真っ白になっちゃうかなっていう風うに思ったんですけど、うん、結局使わなかった。<laughs> なるほどね。使いたかっただけだけど大丈夫んです。<laughs> <laughs> なんか小学校の時にえっとベトナムに行かれて、なんかその日本の環境から全然違う環境に行くじゃないですか。でなんかその中で日本人学校でもそのインターナショナルスクールでもなんかその自分が直面した困難みたいななんか大変だったことみたいなのとかって。 あるんですか海外生活えっと本当に、あのー、私はその日本一色に染まった状態で行ったので本当になかなか海外の文化とかを受け入れるのにちょっと時間かかってそれは本当に大変だったなっていうのとやっぱり言語もそうですし多文化の理解もすごい大変だったんですけど。 やっっぱりこう友達ととかかコネクションとかって大事だなそこで生かされたなっていうふうに思って日常的に生活していく上でどんどんそういうのは自分がこうオープンマインドになっていったなっていうふうに感じてますうんちなみにそのいろいろ学校をあの受けられると思うんですけどちょっと学校名伏せられたいのかもしれないんですけど結構な数受けられるんですよアメリカの。うんアメリカ以外に受受けけまますすよね多分はい受けますそのどの大学で,で そこでなかどういう勉強を具体的になんかメジャーがこういうの目指していますとかってあります？えっと主に選んでる学校がそもそもジャーナリズムとかコミュニケーションに力を入れてる学校なのでその日本の大学でジャーナリズムとかを学ぶってなるとやっぱり。 実践的な面で欠けてくると思うんですよ。そういう面ではやっぱりアメリカは本当に長けていて。なんかどういうところでアメリカの方がいいと思います、ね、私が志望してる大学は、その実際にレポートとか、ニュースとかを作る過程に携わるっていうのが授業にあったりするんですよ。そういうのってやっぱり日本の大学ではどこ見てもやっぱりそういうのを欠けてるなっていうふうに思ってるので、そういう面ではやっぱり こう海外、アメリカとか、私が志望している他の海外大とか、の方が、たけてるなっていうふうに思ってます。ちなみに、いくつかあるようですけれども。はい、一番、もし希望するなら、どこに行きたいんですか。ノースウェスタンですね。ーノースウェスタン。はい。もう、でも、ドリームドリームスクールなんで、でも。人生のうちで、一で、絶対に一度は行きたいっていうふうに思ってるんで、今回のためにも、絶対に。行きます。なぜ、ノースウェスタン。ノースウェスタンは、あの、全米でも、本当にジャーナリズム、こう、絶対的に。 すごい均一で学力が高い,っていうのはそうなんんででですすけどジジャーーナリズムのアンダーグラジュエートだだったらら一一番なんですよ一番なよからこそできる経験とかか教教授授が集まっ集まっっっていいるるも全然違いますしややぱりこうジャーーナリズムをやるんだったらノススウェスタンかなううふうに思って。今志望していままますすす、うん、ノーススウェタンかかりあんま分かんないですね非常に有名な大学なんだと n b m も強いですね、うん、あそこは。 えー、なんかそもそもなんですけど、なんか、なんかあの、ノースウェスターンとかその、なんか結局、なんかさっきのその、なんてうんですかね、情報感度がなんかすごいなと思ったんですね、全体的に。なんか情報発信をっていう言葉がまずなんか出てくるのがすごいなと思ったりとか、美容系もそうですし、あとはその、インターンシップとか、あと学校も多分自分で調べたりとかも、あれなんですけど、ご自身の中で一番その、 ど、ど、どの要因がそれ、そういう視野の広さにつながったというか、周りがもうすでにやっていたのか、環境、まあ僕も環境も一因だとは思うんですけど、まあいろんな面があると思うんですけど、なんか、それはご自身の中でなんか自分で調べたのかとか、そのあたりのちょっと努力の過程をちょっと聞きたいなと思って、そのあたりいかがですか、ね なんか普通に僕、高校生の時はそんな,なんインターンという言葉を友達同士の会話で使ったことないですし、情報発信という言葉も使ったことないですし、時代の流れだと思うんですけど、あと個人的になんかズームを使ってたこともすごいなみたいな。今,今の流れだとは思いますけど、そういうのとかっていうのはどういう、友達がもう当たり前のようにしてるとかですかもちろん学校柄でそういう人もたくさんいるんですけど、やっぱり自分はそのユニス、ユナイトネーション、インターンに行った時の この衝撃が大きすぎて、もう絶対に自分は海外に行って勉強するんだっていう思い、海外に行って勉強して、最終的には国連に行くんだっていう思いが結構強くって、それでずっとリサーチしてたっていうのはあります。あともちろん、えっと、学校の周りの友達とかも、そういう情報に、情報を持ってたりするので、共有したりしています。はい、その環境がすごくいい感じだと思うんですけど、環境以外の要素。 要素で例えば僕もね皆さんもわかんないですけど、まあ、入れた年ですけどハーバードとか行けましたってなった場合にででも引っ張られると思うんですよ、うん、それ以外でさくらちゃんがいやもうここは絶対もう私の強みっていうか、うん、そこを行きたいですね。そこで 多分、ケイさんもおっしゃったようにこう、環境は、環境が準備されれば、ある程度流れていけばできるようにはなると思うんですけど、私が自分でここが強みだなっていうふうに思ってるのは、その準備された環境の中でも、自分がどうやったら輝けるかっていうのを考えて実行するのが得意だなっていうふうに思っています。私がその、こうインターに行った時も、こう、 インターンに入ればずっとインターンに行ってる他の日本人の友達とかもいて、そういう人たちとこう競争ではないですけど、その人たちよりも輝かないといけないっていうふうになった時に自分が何できるかっていうふうに考えたり、国内に帰ってきたら、じゃあ自分が次のステップを踏むために何ができるかっていうふうにリサーチしたり、こう実際にそれを報道に、あのインターンシップとかボランティアとか、会話活動っていう形で、こう実行するのが、 好きで得意なんだと思います多分私はこう好きなことにすごくちょっとつ申しになる感じがあるので水泳もそうですし英語もそうですしやっぱり好きなことにちょっとつ申しになれるからこそ自分がこれできたんだなっていう風には感じていますちょっと気になったんですけどあのインスタでこう発信されてるっていう、はい、例えばですけどちょっと意地悪な質問になるかもしれないですけど、はい、例えば今日とか売名みたいなんてちょっと考えましたなんかこうた来たらフォロワーとか えっと、あの、インスタのアカウントの、あの、公開は、このインスタ、自分が発信してる SNS の名前を、あまり今回公開しないでおこうかなっていうふうに思っていて、はい。 なので、バイメとかあんまり考えてない。違うしか考えてない、ね <laughs> まあ。ちょっとね、ちょっとなんか思ってたんですよ。いじわるすみません、いじわるすいません。あとちょっと、いじわるに言う感じしすけど。<laughs> じゃあ、お父さんが、その、はい、まあね、この大学、えー、今の高校もちょっと伏せるとして、みんなが、誰もが知ってるね、この場所というか。はい、むちゃくちゃ言う場所で、お父さんが、まあ、海外のそのビジネスに関わってる関係とかもあって、 いや、めっちゃいい金持ちなんちゃうかなって正直思うんですけど、え、そうですね、多分気ちょ、差し支えなければいいんですけど、お父さん、どんなお仕事というか。 えっと、お父さんは総合商社っていう仕事をしてるんですけど、商社か。ね、んですよはい。商社か。なので、もちろん恵まれている方だとは思うんですけど、兄弟二人いますし、あと、やっぱり、なるべく両親の力を得ずに自分で達成したいっていう気持ちがすごく強くって、うん、もちろん両親の力を借りれば、 こうできることはすごい増えていくし、でも今まで自分が達成したことって、やっぱり両親のレールを敷いてもらった上を走ってきただけだなっていうふうに最近こう考えるようになって、だから大学は自分で達成したいなっていうふうに思ってるので、こうなるべく両親にはこう迷惑かけないっていうか、両親とは関係なく自分で達成したいっていう,うて。でも一応学費は両親に払ってもらうみたいな感じですもんね、はい、いや。 私は奨学金を目指してて、<ー>こちらこれのあれもそうなんですけど、他にもヤナイ財団とか笹川とかいろいろあるんですけど、それを受けてでも,でもそれもし通らなかったらどうするんですか？はいえっとあともう一つ500万円くらいいただけるやつがあるんですけど、それもやってもしそれがダメだったら自分で稼ぎます。じ具体的にはどういうこと？結構あれですよ。うん、そうです。なかなか自分で分あのもちろん全部を払うんじゃなくてメリット式 っていう、就学金、奨学金があると思うんですけど、そのメリット奨学金とか利用したり、あと、ニードベースの CSS プロファイルとかを提出しないといけないと思うんですけど、それを提出したりすることによって、その自分の負担額っていうのは減ると思うんですよ。なので、それを加味した上で、もしどうしても自分の負担額が増えすぎたとしたら、その親が介入してくるかもしれないんですけど、基本的には自分でやりたいっていうふうに思ってます。ちなみにバイトってしたことは バイトはしたことないんですけど、ちょっとこれ、あれ、わからないんですけど、その SN、SNS とかって、リップスってやってるんです。そっちの方をメインでやってるんですけど、リップスの方で少し収益があるので、すかインスタとは別に、リップスっていう、こう、美容発信サイトみたいなのがあるんですよ。そっちは収益化することができて、記事を書いてるみたいな。あ、すません。記事を書くあ,あ、そんな感じです。はい。なので、少しだけ収益があるんです、あるので、 ちょっと、バイトは学校的にできないんですけど、そういう形で収益。どういった収益のモデル、モデルというか、その広告収益なのか、なんか,か、YouTube とかだったら再生時間とかですけど、どういった感じなんですかその、アフィリエイトというか、人の商品を紹介するとか、そういうものですか えっと、そういうのもあるんですけど、基本的には PV 数って言って、あの、クリック数とかが、えっと、ベースになっています。はい。ちなみに、それで稼いだお金って何に使ってきましたかあ、何に使ってきましたか <laughs> もしかに何になんか貯めてんのかとか。え,えっとも、あの半分は貯めてて、半分はそのコンテンツを作るために使ってます。すごいですね。で、はい、むっちゃぶっちゃけですけど、月どのぐらいあるんですかそれで。一応 <laughs>、ね、だからどんなものから半分。全半分っね。なかなか。 50万と50万なのか、1万と1万なのかみたいな。本当にスカッシュなんですよ。3000、3円とかですね。いや、あの、3万円トータルでいただいてるので、1万5000、1万5 0あ、月に。あ、そう。月に<で>3万円、すごいっしたもんですよね。高校生ですもんね。すごいですね。高校生だったら、月 <laughs>。いや、すごいですよ。収益化って難しいんで。 お小遣いもらうしか稼ぐ方法ないと思ってたからおさいまん、ほんに。てか、おさん言うね、アンテナの張りがすごいっすね。あんま知らない人多いんじゃないですか、このプラットフォーム時代。いや、すごいっす。いや、僕らが知らないってみんなね。それとあれだよね、なんか、自分の読んでたウェブサイトの、なんか端っこに、なんか、あの、募集みたいなとこに自分で応募したみたいな。あ、いや、そ通に、あの、エス、インスタグラムみたいにアプリ があって、ね、そのアプリ内での広告収益みたいな感じなんですよ。なので、そのランキングとかもちろんあったり、あと、まあ、ライクとか保存数とか、そういうのが全部加味した上での収益。あ<ー>はい 浜野さんやろうとしてないですか？いすいあしてます。なんかすごいなんかどんな風なルーツで自分で、ね、確かに確かにね一応に、ね、うんなんか求めてたのかなっていうのがに気になりましたね。ええー、できるんじゃないですか？いや美容めっきりなんで私全然ちょっとメイクの仕方今度教えてください。 <laughs> ほんま、高校生と思えないというか。<laughs> なんかす、ね、ちょっと YouTube に似てますね。なんか見たら。なんか普通に、なんか商品が売れるっていうか、広告が入るかなんかわかんないですけど。ああそ,うね、そういう収益化プログラムっぽいですね。うん、でも、でも、ってことはちゃんと PV するだけでもいる。まあ、すごいことですよね。YouTube 大変ですから。うん、で、病院に特化したプラットフォームっていう感じですかあ、そうです。すですね、病院に特化したプラットフォームです。えー、そうない。なるほどね。英語力、インターンの実績。高校3年生とは思えないさくら。 このまま順調に百万円ゲットなるか。情報の伝え方とか情報発信の仕方があんまりなってないからじゃないかなっていうふうに。お金いるんかってとこってね。僕らがこう出す理由ってどこにあると思いますかっていう。優秀だから出すでしょうっていうこう思考停止で、ね。 100万もらってリップスで100万で化粧品爆買いとかやってたら主催の留学兄さんケです留学グランプリ第2回も近々実施を予定しておりますイエーイこちらの企画にですね参加されたい方随時募集しておりますので概要欄の方の LINE 登録ですねそちらを登録していただけると 自動返信で挨拶メッセージが返ってきますその挨拶メッセージの中に申し込みフォームがありますのでそちらからご応募いただけたらなとまた何かこう問い合わせがあればその LINE から連絡いただけたらなと思いますあと僕と同じようにですね学生さんの留学の夢応援したいぞっていう企業さんスポンサー企業の皆さんまたは対個人でも大丈夫です投資家の方ですね企業さんであれば何か PR 個人の方であれば審査員としてて座っていただくどちらも大歓迎ですので同じく LINE 登録をしていただいて問い合わせいただけたらなと思います。